高度に文明が発達した現代社会において、交通事故は避けて通ることができない問題となっております。皆さんは正しい交通ルールを理解しているでしょうか？正しい交通ルールを理解することで、事故から身を守る、そういったことができるようになります。今回は皆さんに正しい交通ルールをレクチャーしていきたいと思います。横断歩道を渡る際、皆さんはどのように渡っていますか？多くの方は左右の安全を確認してから渡っているかと思います。実はこれ、あんまり安全とは言えないんです。空からトラックが来ているところだ。横断歩道を渡るときは、ありとあらゆる方向を注意して渡ること、これが重要なんです。お子さんなど背の低い方は、横断歩道を渡るときに車の運転手から姿が見えにくくなるという恐れがあります。そういった方は、あらかじめ体を大きくしておくか、両手を上げて横断歩道を渡るようにしましょう。このとき片手だけを上げて渡る行為、あまりお勧めできません。危険な思想を持っていると誤解されてしまう恐れがあります。信号機が点滅しているとき、無理に渡ろうとしてはいけません。こうした行為は信号機に対する煽り行為とみなされます。信号機になって心はあります。信号機と人間、仲良く共存していくために、こうした煽り行為、なくしていきたいと思いませんか？もちろん、危険なのは横断歩道だけではありません。歩道を歩くときも様々な注意するべき点があります。例えば、道を塞ぐように横に広がって歩いてはいけません。このとき、風の抵抗をもろに受け、大変危険です。複数人で道を歩くときは、縦に一列になって歩くようにしましょう。また、曲がり角でも注意が必要です。彼女は3ヶ月前、曲がり角への注意を怠ったために、地下の労働施設に送られました。もう二度と日の光を見ることはないでしょう。道を歩く上で気をつけなくてはいけないのは、自動車だけではありません。自転車だって、時には脅威となり得るのです。音速を超えた自転車は、衝撃波を放ち、ありとあらゆるものを破壊します。体も、家も、夢さえも破壊された、彼女が最後に見たのも、そう、あの日と同じ、茜色の空でした。どんなに強い衝撃波も、彼女の思い出だけは、壊すことができなかった。